はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ちょめちょめさきです。今日もね、楽しくドットハックの世界のねお勉強をね、皆さんと一緒にしていきたいなと思います。前回はね、なんか20分、30分ぐらいねダラダラとね、この世界の歴史を語っちゃって本当に申し訳ございません。誠に反省しております。ちょっと編集でね、頑張って短く してます、多分ちょっとね、あまりにも喋りすぎてあれはまずい。多分視聴率、もう再生回数 1.12 ぐらいやな、12。あれはまずい。ちょっとね、今回からもっとパパパってね、簡潔にちょっと説明していきたいと思います。はい、プレイヤーキャラクターですね。まあどういうプレイヤーキャラクターがいるみたいな、まあヒューマン、獣人族ですね。まあエルフの末裔ですね。はい、もうこうやってね、勝手に呼んでください皆さん勝手に呼んでください。ちょっとね、喋ってたらね時間かかる。ちょっと BBS めっちゃ見たいから、俺めちゃ BBS の方が見たいのよだからちょっとこう簡単に説明していくな、ごめんなみんな。で、獣人族と、まあこれは昔からの自然をこよなく愛する可愛いやつらですよ。まあ彼らはね、トライブと呼ばれるいくつかの集団に分かれて生活していて、そのトライブごとにね、力が強かったりと、で、なんか素早さが速かったりと、で、防御力が高かったりと、いろんな、まあそういうのがあるわけですよ。まあそういうのでね、このトライブたちはお互いかなり結束してるんですよね。まあ蛾族、力が強い蛾族と、ちょっと見よう、ちゃんと見よう、蛾族とね、力が強い蛾族と、人族とよく似た闘神を持つ獣人たち、こいつは素早さかな。まあ人間のそれに比べるとやや低い傾向、まあ人間よりバカってことで、ウゾク、ウゾクが可愛い系ですね。あのガスパーみたいな、ガスパーがウゾクやと思います多分ね。まあこういうトライブがいると。これは何や、あそこに始まるわけか、なるほどね。まあこれがまあプレイヤーキャラクターですね。このもの、あのザ・ワールドで作れるプレイヤーキャラクターの2パターンですね。ヒューマンかクローニアで、ノンプレイヤーキャラクター、これはですね NPC といって、例えば何やろな、ネットゲームでいうプレイヤーがいないキャラクターですね。そのままやなあのショップ店員とかクエスト屋とか、そういう感じですね。いっぱいおるな。でも神々、神々の、あそう、まあポルセトですね、これは。現在存在を確認できるのはたった2体の神のみ。まあね、生き残ったサニワの神フォルセト、まあ、門を守り続けているあのフォルセトと、そう、死者の王ケルヌンノス、こいつは未だに死者の国でね、いろいろ頑張ってます。就活とか婚活とか頑張ってます彼は。まあケルヌンノスは出てきますよ、正直今後多分出てきます。またぜひね覚えておいてください、ケルヌンノス。で、蒸気人形、これは前々回のね、アトリトのイベントに出てきた変なロボットいたじゃないですか、あれも蒸気人形ですね。バイタルビスタというね、まあロボットですね、簡単に言うと。ヒューマンが作った、まあ人族が作った蒸気技術を駆使したロボットが蒸気人形ですね。まあ多分西部屋とか、そのチムチムの博士とかいたじゃないですか、あれも全部蒸気人形です。で、グランティー族、かわいいな。こいつらはまあまだ出てないですけど、多分今後出てきます。まあね、まあ前回でいうプチグソ、前作でいうプチグソで、今回でいうそのギルドをなんか管理してくれるキャラクターとして今回は出てくるはずです。俺も設定資料集読んだだけなんでそんなよくわからないんですけども。で、チムチム族、これは俺たちがよく蹴ってる、あの蒸気技術をその動き原動力、動くの原動力にしてる生き物ですね、チムチム。で、エルフ族、まあ、遥か昔に滅んだ種族で、人族や獣人族の祖と言われる、まあ一番のね元ですよ。元祖って救う、まあそういう種族かな。で、精霊と、まあ、精霊はまあ見えない、まあ私たちには見えないんですけども、山や草木や海や水やいろんなところにいるという、まあそういう設定がいろいろあります。で、勢力と、
まあこれはザ・ワールドの簡単な勢力の説明ですね。人族による勢力アール・ボルクル、獣人族による勢力オグミオス、人族と獣人族によるテウタテス、まあ、この3つが中心、この3つを中心に、まあ、ザ・ワールドのネットゲームは構成されてるよみたいな、そういう感じですね。革新のアール・ボルク、まあ、蒸気技術とかもういろんな最先端を、まあ、駆使してる、まあ、人族ですね。悠久の古都マクアヌや、蒼天都市ブレグエポナに、ブレグエポナとかを中心として活動しています。で、主導者はイシュメイル、まあ、そういう人ですね。で、オグミオスとは真っ向に対立していますが、テウタテスとはその蒸気技術の関係でその兵器の創造を補助してもらったりと、なかなか友好関係をね築いております。で、主君のオグミオス、こいつが獣人族ですね。昔を大切にして自然と共に生きる、可愛いな、このイラスト、めちゃくちゃ可愛い。まあ、ドルドナやピープオープを中心とそこで暮らしております。アールボルクとは真っ向に対立していますが、テウタテスとはまあそういういろんな関係で、まあテウタテスとは大体がね友好関係を築いてて、ただ人族とその獣人族がやたら喧嘩してると。あ、でアールボルクは人の名前か、ちゃうか、アールボルグとは、ま、アールボルグはあれや人族のあれやチーム名で、主導者の名前がピープポープか、ピープポープかわいいな。で、ドルドナーを中心にして活動してると。で、こいつが気球のテウタテス、まあ強さだけを求める、まあそういう人たちですね。ルミナクロスを中心ですね、中心として活動しており、アルアジフがまあ束ねていると、主導者ですね。で、まあまあなかなかの友好関係を築いてると、まあ実質どうなんかは分かりませんが。で、また新しく冒険者なしですね、まあいわゆるギルドを作って、そのクエストに出発したりする、 いわゆる俺たちですね、ハセオとかそういうアトリとか、まあそういうのを冒険者たちとまあ多分言ってるんでしょう。で、冒険者の中には、あわよくば自分がトゥータテスのトップになり代わり、鬼神を起こそうとまあ、企んでる輩もいると、まあ、ややこしいなみたいな。うひょー、めちゃくちゃあるな、闇の中に住まうもの、まあ、影の力と呼ばれる、まあ、モンスターたちがうろついてると、まあそういうモンスターたちの説明。ゴブリンルーキー、まあこれはまあドラクエでいうスライムみたいな感じですね。へえ、ガンジャイアント、へえ、なかなかかっこいいですね。キャリー、ポンポン、ウェイウェイウェイとか歌ってたよな。キャリーか、キャリー、俺キャリー好きやから、まあちょっと出てきたら多分反応しちゃうな、これは。スピアフィッシュ、ほんほん、いろんな敵がいるんですね、怪獣系、超自然系、バグジャグラー、うん、怪獣の名前みたい。これ鳥ですね、レイヴンクロー、ハリーポッターのあのあれですね、寮の名前になってるモンスターですね。植物系、クランフルツリー、でかいな。で、魔獣系、あーなるほど、ケルベロス的な、なるほどね。で、奇獣系、こいつは機械かな、多分スチームシェルとかね、多分蒸気技術を駆使したそういうロボットみたいな感じかな。フィーバーフォース、これは何か、竜族系、ドラゴンか、なるほどね、ドラゴンも出てくるよみたいな。で、最後に甲殻系、まあ、将軍ギザミ、 大名ザザミみたいな感じかな。例え悪いな、めちゃくちゃ例えが悪い。ヘカトンフット名前かわいいな、ヘカトンフット、今週の流行語大賞狙いそう。さまざまなジョブ、なるほどなるほど、こういうジョブがありますよみたいな説明かな。モンスターハンターでいう体験使い、双剣使い、ガンナーみたいな、そういう感じかな。まあツインソード、双剣使いですね。ブレード、これはただタチかな、タチ中ですね、タチ中立ち中、お前ら立ち中になったらあかんぞ絶対。いや別に偏見じゃないんですよ、立ち中ね。でもなんか俺的には立ちはね、なんか万能武器やからあまり使いたくないんですよね、正直。いや全然立ちは俺も大好きですけど、ごめんなさい、なんかごめんなさい。で、これが体験使いで、これがランサーですね。ただこっちの世界では盾がないんですよね。で、グラップラーは、剣闘士、多分、なんやろな、ティファですね、 FF でいうティファ、殴る蹴るの暴行する感じかな。で、フリッカー、
まあこれは大釜を武器にして戦うめちゃ中二的なね感じのやつですね。スチームガンダー、これは銃剣、拳銃か銃剣かな、ただの銃か、銃戦士、まあ鉄砲でバンバンバン撃つ職業。来ましたマルチウェポン、これが長谷尾がね今やってるジョブですね。さまざまな武器や魔法を使い分けることのできる、まあいろんなそういう、まあ何でもいけますよ、俺何でも万能ですよ、広く浅くやるみたいな、あの一つの職業を深く深く習得するんじゃなくていろんな職業をなんかフラフラっとする、なんかフリーターみたいな。でハーベスト、これはなんか回復系かな、呪文使いで、魔導士、これが攻撃呪文系ですね。そうですね。でダンスマカブルが奥義を使って攻撃する、まあ今後多分キャラクターで出てくるはずですけど、そういう職業です。やばい、やっと終わった、あー長かった。はい次、オフィシャル BBS、 長すぎ、今回で終わろう。うーわーめちゃくちゃあるな。いやでも BBS は結構楽しいから全然いいでしょう。医療連盟、癒し隊、あれ癒し隊ってアニメに出てきたやつか。ご機嫌いかがかしな翔くん、医療 連盟癒し隊総司令のただし長官だ。昔は地獄の百人斬りで、もとい百人癒しなどと呼ばれブイブイ言わせていた私であるが、ゲフンゲフン、いやなんでもない持病の尺が下分5分おもろすぎやろ。我が連盟ギルドはザ・ワールドに愛と勇気と癒しをもたらすため日々戦いを続ける。しかしねえ分からん悲しみの力は兄弟か、癒しを求める声は日々大きくなる一方、情熱とパッションとの申し子たちよ、その嘆かしい状況を打破したいとは思わないか。そう、私たちは諸君のような戦士こそ求めている。諸君の心が燃え盛っているなら我らと共に戦おう、そして共に叫ぶのだ、世界に癒しをとなるほど、こうやってただし長官を求めてるんか。求人票胸の奥で情熱とパッションがファイアダンスしてれば入隊資格は十分だ。なるほどま、なんか修造っぽいな、松岡修造っぽいな。できるって、何でもできるって、なんで諦めるんだそこでみたいな、そういう感じかな。はいはいはい、あ入れるんかな実際癒し隊に悲しみの組織ワルイダーの派遣社員を、もとい暗黒怪人の襲撃から人々を守る。怪人がいないときはエリアで人々を探すと。語尾にニャンをつけるのだ、私は総司令なのでニャンはつけないのだ。キャラモデルは部族で統一か。なるほど、じゃあ派生は無理か。以下の18名が現在の隊員、癒しレッド、癒しブルー、癒しブラック、癒しサンダー、癒しピンク、へえ、いろいろいるな。いや、めちゃくちゃいるやん。あ、癒しカレーいるな、かわいいな。へえ、結構いるやん。いいじゃんいいじゃん、まあ、またもしかしたら会うかもな。スレとレス、なるほどなるほど。ペシ、ザワールドに全く関係ない質問で恐縮なのですが、スレとかレスってどういう意味なんですか。皆さんよくすれ立てとか横レスとかいう言葉を使っていらっしゃいますが、全く意味が分かりません。パソコン歴半月の初心者なので、なるべく専門用語抜きで教えていただけると嬉しいです。まあこれは実際のネットのね書き込みとかでも役に立つ情報ですね。スレというのはスレッドの略、ある話題への、あなるほど、ニュース、話題の総称かな。とりあえずある一人の話題を掲示板に投稿、その活動に対して誰かが返信記事を投稿、さらにその話題に対して誰かが返信記事を投稿、以下のように一つの話題に対して返信が重なっていくことでスレッドは形成されていく。スレ立てとは一の行為を指す言葉で、スレッドを立てるという言葉の略と。なるほどね。レスとは、ある話題に対する返信記事をレスと呼ぶ。レスポンスが、あーはいはいはい、なるほどね。レスポンスが語源だと言われているが、これには、諸説あって、でどれが真実かはわからない。横列とはある人たちが記事を返信し合ってるところへ割り込む形で記事をとりあえず KY があれですね、やることですね。レスとは、要するに私が最初に投稿したスレッドとレスという書き込みから、この、RE ですね、 RE レスとはっていう書き込みまでをまとめた呼び方がスレッドとなるんですね。それで私の書き込みに、合唱さんが返してくれた書き込みのことをレスって言うんですよね。合ってますでしょうか。まあ大体合ってるかな、合っている、ちゃんと分かったようでよかった。
ガチオさんのおかげです。どうもありがとうございました。まあこういう感じで会話が繰り広げられていくのが、まあ、ザ・ワールド公式 BBS ですね。まあ時々そのゲーム情報や新しいねエリアワードとかが時々載ってる場合があるので、こまめにチェックしていこうかなって思ってます。属性ってありますか？はじめまして、先日始めたばかりのものです。俺と一緒やん。早速ですが質問です。普通の RPG には火とか水とか属性がありますよね。ザ・ワールドにもそういうのがあるんでしょうか？教えてくださいと。ありますよ、火、水、風、土、光、闇の6種類。なんか見たことあるな。パズドラや。パズドラにめっちゃ似てるパズドラにめちゃくちゃ似てるな。属性には厳密には9つ。火、水、風、土、光、闇、無、物理、魔法。あ、やっぱそういう相反属性があるんですね。火属性のモンスターは水属性に弱く、水属性のモンスターは火属性に弱い。まあこれをうまいこと利用してやってったらいいみたいな感じかな。解決と。ありがとうございます。また何かあった時はよろしくお願いしますと。まあヤフー知恵袋みたいな、そういう感じかな。とりあえずえらい勢いで逃げる動物。あ、ラッキーアニマルか。これも見ていこうか。フィールドとかダンジョンでえらい勢いで逃げていく動物みたいなのがいるじゃないですか。あれは何なんでしょうか。モンスターではない気がしますか。まあこれは前説明しましたね。チムチムかラッキーアニマルだと思うんですが、どっちでしょう。その動物どんな格好しましたか。馬っぽいのとか鳥っぽいのとかアリクイっぽいのがいろいろです。だったら間違いなくラッキーアニマルですね。はい、モンスターじゃありません。追いかけて蹴るとラッキー効果、まあ、プレイヤーに有利な効果をくれるノンプレイヤーキャラですね。まあいろいろなお得効果があるので見つけ次第蹴っていこうと。例えばどんな効果をもらえるんでしょうか。調べろよそれぐらい自分で。ボゲイ、もらえる効果はラッキーアニマルの見た目によって変わりますと。ウサギちゃんがパーティーメンバー全員に経験値をくれて、ゾウが最大 HP と SP を 1.5倍、でアリクイが素材アイテムをたくさんくれたり、ヌエはキングチムチム、ヌエは会いましたね前ね。あとオオカミとかいますよね結構。わかりました、ありがとうございました。自分で調べろよ。最近の若者みたいにな。最近の若者も調べへんか、そんなに。まあ俺はどっちかっていうと積極的に自分から情報を探すタイプなんで。大きなチムチム、はじめまして。デンゲデンゲデンデケデンデンケデデンデケデンですね。まあこれは多分キングチムチムのことじゃないでしょうかね。樽から出たのですよね。だったらそれはキングチムチムだと思います。キングチムチムは特殊なチムチムです。モンスターじゃありません普通のチムチムは一度蹴られるとチム玉を落として逃げていきますが、キングチムチムだけは蹴ると怒ってプレイヤーに反撃してきますと。前ありましたねそういうクエスト。キングチムチムっていうですね、まさかプレイヤーを襲ってくるチムチムがいるとは思いませんでした。びっくりですと。トルメイヤーさん情報ありがとうございます。またキングチムチムと会った時は頑張って倒してみようと思いますと。出た、黒いやつに PK されました。来たよこれいやーこれハセオのことじゃん。エリアを歩いていたら真っ黒いやつに PK されました。うざいなって思ってエリアを変えたんですが、そいつそこまで追っかけてきたんです。結構 PK 粘着 PK ってやつでしょうか。とにかくずっと追っかけてくるんです。なんで PK するのって聞いても何にも答えないし、ほんと不気味だし気持ち悪い。一応応戦したんですが全然歯が立たなくて、パーティーは全滅、心がポッキリ折れそうですと。ベアトリーチェや、黄金の魔術師ベアトリーチェがここに来るか。大変でしたね。私も経験あるんで分かります。 PK されるのって嫌ですよね。まあね、それは嫌やな。さすがに実際だってね、現実世界で殺されてるのと一緒なんでね。普通にリアルでもストーカー行為は禁止されてるんだし、ネットでもそれに準じる行為はダメじゃないですかね。まあ昔は PK なかったんですよね正直。ザ・ワールドリビジョン2なんですよ今作のね世界は。でもザ・ワールドリビジョン1ではその PK は横行してなかったんですけど、リビジョン2になってその PK 問題が出てきてね、その月の木とかがいろいろ解決に勤しんでるんですけども、それでも PK はなくならないと。 PK 目当てでゲームしてる人が多いんで、このザ・ワールドリビジョン2はね。なんだいそれは無言と付きまとうなんて、ね、男気のないやつだね最近のザ・ワールドはどうなったんだろうかね。バグだの PK だの粘着だのを想像していったら、あんたもねやられっぱなしでメソメソしてんじゃないよ。メソメソ、ペソペソ、ベソベソか。そいつはどんなやつなんだい。なんだったら私がとっちめてやるよと。お、誰や。はい、私頑張ります。粘着なんて私に負けません。私と同じデザインの重装置ということは違うな、ハセオじゃないな。体中から黒っぽいエフェクトを出してたから、多分レア武器とかレアアビリティを持ってるんだと思います。名前は忘れちゃいました。
肝心なところ忘れちゃってるか。大変だったな。ちなみにその PK さ、ドッペルゲンガーって名前じゃなかった？あ、そうです、そんな名前でした。でもどうして知ってるんですか、有名な PK。 まあね、このザワールドのね、世界にはね、有名な PK がいるんですよ。カオスティック、カオスティックなんとかっていうね、あまり言ったらね、あれなんですけどな、まあ、今んとこ。だってそれモンスターだし、え、モンスターなと、どういうことですか。そういうモンスターがいるんだよ。プレイヤーそっくりの姿をしたモンスターでね、普段はうろうろしてるだけなんだけど、プレイヤーを見つけたら問答無用で襲いかかってくる。嫌やな、これは。プレイヤーよりずっと高いレベルが設定されてるから、事実上も勝つことができないと。 HP 上限は一応あるんだけどね、どこに行っても追っかけてくるように感じるのはドッペルゲンガーが全部のフィールドにいるから。うわー、きついな。ドッペルゲンガーはダンジョンには出ないんだ。どうしてだろうね。もし出会っちゃったら、うーん、見つからないように逃げるしかないかな。もう CC 社は何ていうもんを作ってんねん、ほんまに。あかんやろ。なんと PK じゃなくてそういうモンスターだったんですね。恥ずかしい、勘違いしてすみません。まあいろいろあるよ、そういうこともね。まあまあ誰だって知らないことはあるんだし。あ、そうだ、もしまたドッペルゲンガーと戦闘になったら、速攻で、あ、逃げ無理玉を使って逃げるといいぞ。そしたらパーティー全滅ってことはならないと思うから、じゃあ冒険頑張ってなと。まあ逃げ無理玉ですね。予定とアスタが教えてくれた。予定とアスタもな、俺、あ、予定とアスタ結構好きやからな。でも初めまして、恋する黒猫です。恋してるなお前ら。初めての書き込みでちょっとドキドキしてます。質問、はいはいはい。成り行きからパーティーリーダーする機会があったのですが、初めてリーダーを任されたので勝手が分からず、パーティーメンバーに迷惑をかけてしまいました。リーダーをうまくやるコツって何なんでしょうか。はいはいはい。方法、役割、パーティー内の役割を事前に決める。誰がメインで攻撃して、ああはいはいはい、なるほどね。防御回復攻撃のバランスを作るってことかな。バランスのいいパーティーメンバーを作る。パーティーのレベルに合ったエリアに行く。持ってる消費アイテムをチェックと。まあ基礎中の基礎やな。うん、戦闘中の行動も大切だと思う。例えば戦闘の状況に合わせて的確に指示を飛ばすとか、連撃チャンスが来たら、確実に成功させるとか、覚醒の使いどころをしっかり抑えるとか、あと逃げるべき時はちゃんと逃げる勇気っていうか、判断力っていうか、そういうのもいると思うと。まあね、即決の判断力かな。ミッタさん、アイテムのチェックやエリアの能力、設定もリーダーの仕事なんですね。まあそうかな、いわゆる私がリーダーかな。発想が多分リーダーポジなんで、まあ俺が注意するべきことなんでしょうね。これは戦闘の状況に合わせて的確に指示を飛ばす。戦闘の流れによっては、戦闘前に立てた、作戦が通用しなくなることがあります。リーダーにはこうした時でも慌てず戦況を立て直す。ああ、なるほどね。敵に与えるダメージが少ない、全員で一気に総攻撃をかけるとか、 SP を節約しつつ持久戦に持ち込むとか、回復が追いつかない、回復薬を増やすとか、逃げ無理玉を使った方法。まあいろんな敵がいるからな、この世界は。連撃チャンスが来たら確実に成功させる。連撃チャンスを逃さないためにはスキルトリガーを無駄打ちしないことが重要。そうなんですよね、スキルを使いまくると連撃チャンスを逃しちゃうんですよ。だから俺もそんなスキル使わないようにしてるんですけどね。でもスキル使った方が楽しい。うん、これを防ぐためにはスキルトリガーを使うタイミング、戦闘開始直後、 HP の少ない味方に敵のターゲットが移った時、敵がスキルを使ってきた時という時しかスキルトリガーを使わないようにしてます。へえ、なるほどね。 HP の少ない味方に敵のターゲットが移った時、覚えとこ、これ結構重要やな。覚醒の使いどころをしっかりと。スキルトリガーとほとんど一緒ですね。まあ覚醒はまだ1回しか使ったことないからな。例えばボス戦のとても強い敵に使うとか、味方がピンチになった時、睡眠などのステータス以上のスキルを持ってる敵と倒す時とか、はい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 、まあ、強敵が出てきた時に使えばいいと。よくわかりました、丁寧に教えてくださりありがとうございます。次にリーダーになった時にはいいリーダーだったと言われるようになりたいと思います。まあ、頑張ってください。ハセオも頑張りますよ。ソロプレイ、うーわ長げー、めっちゃ長いな。ママチャリ刑事、はじめまして。本館ママチャリ刑事というものであります。かわいいな、ママチャリデカではありません。ママチャリ刑事では、え、ママチャリデカであり、あ、ママチャリデカか、ママチャリ刑事、ママチャリ刑事ではないでありますと。本題に入るであります。ソロプレイというやつをやりたいであります。いわゆるハードボイルドというやつであります。そのための心得、はいはいはい、ソロプレイの心得。消費アイテム必須、逃亡手段きっちり確保、飛び先のエリアの下調べはきっちりと。なるほどね、これも基礎中の基礎かな。ご指摘ありがとうございます。
3番目の項目について質問であります。飛び先にいるモンスター、あ、これはちょっと聞きたいな。エリア作成、転送、即帰還を繰り返し見、ああ、はい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 、なるほどね。どういうことでありますか。それぐらい分かれよ。適当にエリアを作って転送、敵に見つからない程度の距離から敵を確認、あとマップの形と広さもチェックと。はいはいはい、そういう下調べをしてから行くと。ソロで活動するときに注意点を書いておくと、ガードとため攻撃を使いこなす。敵の攻撃が来そうだと思ったら攻撃よりもガード、敵に囲まれそうになったら一度走ってその場から離脱、襲ってくる敵をため攻撃で吹き飛ばしてなるべく1対1に持ち込むように。これは結構重要ですね。スキルトリガー有効活用、これさっきと一緒やな。アイテムを惜しまない、まあアイテムを惜しむは俺の癖やからな。どうしてもな、ラストエリクサーとか絶対使わんタイプやからな。ご指摘ありがとうございます、シャチ殿。本館レベル10の、ほうほうほう、立ち中ですね、立ち中。レベル上げに最適なエリアを教えていただけないでしょうか。お、来ました来ました。お、これはいいね。ささやかなるなんとかの中、中行と、まあ、まあこれが、レベル上げに最適なエリアなんですね。上のワードがちょうどいい感じ、下のワードがちょっときつめと。まあこうやってね、エリアワードを入手することができるんですよね。いいですよね、こういうシステム、俺大好きなんですよ。そのレベル、レベル帯なら下のワードがあればいいんじゃないかな。ファーストパート、セカンドパート、サードパート、え、4つ入れてるやん。そんなんありな。ワード入手。おお、2人とも感謝であります、感謝であります。雨あられであります、本館全力で頑張るであります。かわいいな。はい、ママチャリデカ頑張ってください。じゃあ次、モンスターの視界。うわー、うわ、ばばば、めちゃくちゃあるやん。これもめちゃくちゃあるな。時間大丈夫かな。質問よろしいでしょうか。モンスターの視界についてです。私いつも封じする前にモンスターに見つかってしまうんですが。あー、なるほどね。あ、マルチウェポン一緒やな。まあこれは後ろから攻撃するっていうやつじゃ、背面ですね、背面攻撃。走っていようが歩いていようがモンスター全然気づきません。はい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 、いきなり見つかるんです。ですよね。でも背後から近づいてたのにいきなりモンスターの上にびっくりマークが出ることがあるんです。はいはいはい、ありますね。うんうん、そういうことあるよね。それはモンスターが振り向くとかしてケイロンさんの接近に気づいたからだと思うよ。どんまいどんまい、初心者の頃は誰だってミスするよ。ほん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 、体で覚えよう。絶対に死なないエリアを作って、エリアレベル1とかモンスターウォッチング、これっきゃない。なるほどね、とりあえず体で覚えろ、何回もチャレンジしてね。他にそういうことになる原因は、あ、もしかしてモンスターの視界がモンスターごとに違うのを知らないんでしょう、知らないんではない、それが原因で引っかかってるんじゃないか。へえ、違うんや。はい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 、モンスターの視界ってモンスターごとに違うんですか。知りませんでした、俺も知らんかった。知らないみたいだからざっくり説明するね。一番メジャーな分け方、へえ、そうなんや。これはちょっと覚えときたいな。モンスターが自分の前方に対して持ってる最適の資格のこと、じゃあ最、扇形の資格のこと、はい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 、標準型。じゃあ解説。標準型のモンスターの代表はゴブリン、あとはリザード系、ベゼル系、へえ、いろいろあるんやな。まあ、鳥型が一番広範囲なんですよね、やっぱ飛んでるから。で、獣人型が前から接近しない限りモンスターに見つかる危険はほとんどない、鈍感ってことか。で、大型、最後に大型。大型モンスターは、ああ、やっぱり見つかりやすいと。大型モンスターはトロい、とにかくトロい、もし見つけちゃっても急いでその場から逃げ出せば逃げ切れちゃうことがあるくらい。へえ、そうなんや。 すごく勉強になりました。わざわざまとめていただいてありがとうございます。リッチギ、大丈夫大丈夫、心配しなくても大丈夫だよ。なんとなく遊んでればそのうち覚える。難しいことを、考えて頭パンクさせちゃうより気楽に遊びに楽しく遊びましょうと。いいこと言いますね。エリアに行けません。素朴な疑問、タイトルの通りです。思い通りのエリアに飛ぶことができません。何度もエリア行ってみたんですが弱すぎる敵しか出てこない。東方レベル3の、はい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 、こいつも立ち中か。ウニュお前ウニュとか、お前キャラ作りしすぎやろ、ロールやばいな。カオスゲートの使い方わからないってことかな。
あー違う違う、飛ばしちゃった。まあワードの設定やんな。要は初ログインの時に友達からいろいろ聞いたんですが、全然わけわからなくて、よろしければ教えていただけませんか。まあどーんと任されたまえと。重要なのは2つだけ、エリアレベル、お宝レベル。この2つさえ、押さえておけばオールオッケーと。へえ、なるほどね。エリアレベル、エリアレベルっていうのは転送先のエリアに出現するモンスターのレベルか。はいはいはい。ザ・ワールドではどんなモンスターも私たちプレイヤーと同じレベルを持っている。あ、はい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 、なるほどね。ソロの場合、自分のレベルより 3,4 レベル低めに設定。あ、やっぱそうなんや。パーティーの平均レベルと同じか1から3高めに設定。上げすぎるとちょっときついってことかな。お宝っていうのは転送先のエリアのアイテムボックスの、あ、獣人像の前のお宝ってことかな。最後にお得情報。お、なるべく楽しくアイテムをゲットしたいときはエリアワードの3パートをいじってみて。やり方次第じゃエリアレベルは低いのにお宝レベルは高い。いいね。つまりモンスター弱いのにいいアイテムが取れるエリアができちゃう。わざとエリアレベルもお宝レベルも高くなるように設定して、経験値もアイテムもがっつり稼いじゃうのもありだけどね。なるほどね。まあ、使いようによるって感じかな。早速ガースゲートに行ってみますと。補足しとくわ。初心者の頃はとりあえずエリアレベルだけを自分の好みに設定できるように練習するといいわ。はい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 。まあすぐやられちゃうからね。マップが消えました。お前初歩的やろ。お前スタートボタンや、スタートボタン、スタートボタンじゃない、セレクトボタンか。新進者にメールした方が良いですか。ほんまにバカだれ。それぐらいちゃんと覚えとけ。まずは落ち着いて、でもう一度ザワールドにログインするべし。これでマップ表示されるはずみんな優しいな。すごいですちゃんとマップ表示されました。ありがとうございます。要するにマップが消えちゃったらもう一度ログインし直せばいいんですね。まあそうとも限らへんけどな。間違っちゃいないけど、もっとお手軽な方法を書いておくと、そうですね、セレクトボタンを押すことで地図が切り替わると。これは結構活用してますね俺も。なるほど、セレクトを押すたびにマップの表示状態が切り替わるのですね。わかりました、ありがとうございます、感謝ですと。よし終わった。あー30分過ぎた。わーもうごめんなさい、ほんと皆様申し訳ない。次回ねちゃんとメール確認してストーリーも進めていこうと思いますので、まあ、今回と前回はそのストーリーに関係ない全くのねサブシナリオと思っといてください。皆さん見なくても見ても見なくてもね、物語には全然影響がない。まあ、見た方がねちょっとドットハックの世界が楽しめるっていう感じの動画なんで、まあ、こういう機会がちょくちょく入れていくと思うのでね、また次回もねこういう機会がありましたら、まあまだ見てやってください、お願いします。それでは次回からストーリー進めていきますので皆さんよろしくお願いします。それじゃあ皆さんさよなら。